中学校の陸上生活の集大成となる県駅伝大会。各郡市の代表25チームが大分市のレズナックドーム大分で、女子は5区12キロ、男子は6区18キロの周回コースでたすきをつなぎました。先に出走した女子は1区で三重中学の2年、阿南千春選手がトップで通過すると、その後も首位を守りきって43分25秒で優勝を決めました。絶対全国に行くぞという気持ちで頑張ってきました。もうみんなで仲良く、そして自己ベストを出していい結果を残せるように頑張ります。女子男子の上位2チームは来月2日熊本県で開かれる九州大会に、優勝チームは17日の全国大会に出場します。